江戸山口の大江戸日記。折れたタバコの吸い殻で新たな嘘が分かるわけないですね。中条きよしさんの再デビュー、中条きよしとね名前を変えて再デビューして1曲目です。嘘、平尾正明先生と山口翔子先生、テレビの全日本歌謡選手権というのを10周抜いて、そんで中条きよしで再デビュー、嘘、昭和49年1974年の1月の発売です。さあやってまいりました、大江戸日記でございます。江戸山口の愛車遍歴でお届けしたいと思っております。ちょこちょこね、なんか俺が乗ってた車の話はしてるんですけど、まとめてこうちょっとやっとこうかなと思って、まずは1973年に買ったムスタングマッハ1、当時日本円で280万円新車で買ったんですよ。25ですからね、いい根性してますよね。引き当たりやってたんで、まあまあ当時は引き当たりはとてもいいお金になったってこともあったんですけど、一点豪華主義でね、そんな広いアパートにも住んでるわけじゃないんですけど、 1DK かなんか住んでても外車だけは乗りたいと思ってたんです。千正夫さんがね、こう狭いアパートに外車乗ってたって、あの気持ち分かるんですよ、若いうちはね。で当時アメ車が全盛ですから、なんといってもアメ車買わなきゃと思って、ギャランの GS を下取りにして2台下取り入れてね、ラリー用のと、うん、それで73年 の1月にムスタングマッハ1買ったんです。さあこの73年の暮れ、今中条きよしさんの嘘を歌いましたけど、これは74年の1月の歌です。この1月に、ムスタングマッハ1を下取りにして、カマロのシボレーカマロの Z28 が届くことになります。こっからのお話です。だいたいアメ車というのは、前も言ったと思うんですけど、暮れの12月に翌年の新車の発表会があるんです。でカタログが回るわけですよ。で次何しようかなと思ってこうやって見るわけですね。カマロがですね、73年まではフロントがこうなんですよ、垂直のフロント横から見たら。それが74年型からこうちょっとこう傾いて出っ歯になる、スラントノーズって言うんですよ。でおーおーと思って、これはポンティアック のトランザム系も、エスプリフォーミュラ400トランザムもやっぱりこうなってたのがこうなる、まあ、シボレーとポンティアックって同じ GM の中ですからね。だからセドリックとグロリアみたいなもんですよ。こう車格がちょっと違うだけで大体同じメーカーって企業が作ってるんで、カマロがスラントノーズになった、当然、ポンティアックのトランザム、フォーミュラ400、エスプリもなると。で俺こう見ててね、どうしようか、どっちにしようかと思ったんですよ。ポンティアックのエスプリ、あれね 5.7 リットルかな、うん、そうそう、でそれにしようかカマロにしようか迷ってた。 LT ってカマロね、 5.7 リッターは。それで伊都中に行ったわけです。12月の73年12月の下旬に行ったのかな。で当時は碑文屋、目黒通りの碑文屋警察の手前にあったガラス張りがバーッと伊都中がね、でムスタングはファンをビーッと止めて、当時歩道をブッと、なんか車の出し入れがあるから段差がなかったんですよ。でビーッと止めてバッと入ってって、人失敗人がいて、翌年74年の新車がこうたくさん並んでるわけでしょ。だってシェベルだとかなんとかかんとかとかモンテカルロとかいっぱい並んでるのこう見ながら、ちょうどちょっとこう高い台に真っ赤なカマロがですね、そのスラントノーズになったばっかだからカマロがドーンと飾ってあったんです。あこれかと思って見て、受付の女の子にすいませんって言ったら、なんでございましょうかって言うから、この車買いに来たんですけど、はい、いやだからこの車買いに来たんですけど、嫌なガキだよね26でさ信用されないんだから、だからこの車を買いに来たんですって言ったら、え、あ、ちょっとお待ちくださいって2階の営業部に上がってった。たら営業マンが降りてきたの。年俺と同じぐらいか、もっと若かったね。後で聞いたらね、俺に初めて車売ったんだって。伊都中に、伊都中会社販売に就職して最初に売ったお客さんが俺だったらしいんですよ、うん、でパーッと飛んできて、どうもどうも私こういうもんでございますと、ちょっとこれ買いに来たんだけど、え、下取り車はお持ちですか、表止めてあるよって言ったら、見て、え、あれムスタングマッハ1じゃないですか、そうだよ、
何年型なんですかね。あんた車屋さんでしょ。分かんないな。あれ去年今年の方73年型に決まってんじゃん。はあ、どうしたのって言ったら、じゃあお釣りが来ますね。来ないお釣りなんかね。でそのカマロも280万だった、うん、でムスタグと同じになるんで、でちょっと保全倉庫って言ってね、と裏にね、裏道のところにちょっと空き地があって、そこにまだナンバーを取ってない車が置いてあるわけ。陸運局でまだ売れてないから、輸入したばっかで置きっぱになってる。ナンバープレートがついてない。ちょっとそこ行って見せてよって。色が赤じゃちょっと辛いからって言うんで、で見に行ったら、なんとそこにですね、真っ黒なシェルビーカマロ Z28、 これ Z28 とかいて Z28 と言うんですね。これ Z28 やん。ランク的に言うと、カマロ LT がポンティアックのエスプリート、こういう感じ、セームで、で Z28 がフォーミュラ400と大体同じで、でその上にトランザム、ここのラインはないんだけども、カマロには。これ Z28、これにしようよって言ったら、あそうですかって話になったわけで、とりあえず2階にあの部長がいるから、営業部長ちょっと話をしてくださいって言うんで、上がってったらいきなり、武藤さんはあの六本木とか赤坂とかってよく行かれますよ、銀座とか。あ行くよ、だって仕事もそこでやってるし、まあ庭ってことじゃないけど、まあ毎日行ってるような感じ、どっちかには。分かりました。実はですね、このカマロがこのスラントノーズになったので、今までちょっと販売が低迷してたんですけど、ちょっとプッシュして売りたいんです。ああそう、かっこいいからいいよね、こうなってるからねって言ったら、そこでお願いがあるんです。何って言ったら、あの派手な色に乗っていただきたい。派手な色って、ちょっと待ちくださいって言って、こんな分厚い 色味音の台帳みたいなのがあるんですよ。それ持ってきてこうやって開いて、こうやって開いて、このシャープの24番色いかがですか。シャープの24番色見たら、ライムイエローなの、黄緑。え、ちょっと待ってくれ、 Z に一発買うのにこんな黄緑じゃ走りの感じが出ないじゃない、俺はやだよこんなのって言ったら、いやあのとにかくカマロを売りたいので、これからはぜひ派手な車に乗っていただきたい。あんまり言うんだけど、だけど俺嫌だって、黒はいいんだよ Z28 はって言ったら、その代わり値段を LT と一緒にします。え、60万も安くしてくるわけ。考えよね俺、60万、カマロの LT の 5.7 リッターと同じ値段で 6.9 リッター買えるわけだから、 V8 よね。どうしようかなと思って、であんまり頼むんで、もう3杯9杯するわけ、買って、そんなにカマロ売りたいんだ、はいお願いします。もうそこまで言われたら俺もね、しかも60万負けてくれるんだったら、分かりましたいいですよ、私が乗りましょうって言ったわけですよ、うん、で色はこれね、ライムイエローはちょっと全部つらいんで、展示車はね全部赤だったのね。でこれ屋根だけ黒のレザーにしてくれませんか、当時流行ったじゃない、こう屋根がレザーっていうね。だからライムイエローに乗るけども、条件としてはあの黒のレザーにしてもらって、少し抑えて、くれればなんとか乗ってもいいかなみたいな。はい、交渉成立。ここで難しい話をします。日本って排気量って何千 cc っていうじゃないですかね。アメリカは言わないんですよ、キュービックインチ、ルービックキューブってあるんじゃないですか、立方なんですよ、立方インチで計算するんです。だから俺今日たくさんあるから、帰ってきても覚えられないから、ここにね、これ行くとね、カマロの LT は350って言うんです、350キュービックインチで、これをね1立方インチっていうのはね、1立方センチに直すと、これすごい難しいんです、 16.39 なんです。こうなります。いいですか、 16.39 なんで、ここです、ここここね、ね、だからこれをキュービックインチにかけるわけです。だからカマロの LT300、350をかけると 5736.5 になるわけです。と端数を落とすから 5.7 リッターで、 Z28 は
Z に427キュービックインチ、これをかけると 16.39 かけると6998になるわけです。とこれ 6.9 リッター、だ全部この計算のアメリカの場合はで、トランザムは455なんです。7454だから 7.4 リッター、こうなるわけですね。これ難しいんですけど、ネットで調べれば出てくると思うんですけど、だからやっぱり350の 5.7 にも、Z の一発427が当然馬力があるからパワーが半端ないわけじゃないですか。しかも V8 の当時4バレルですから、4バレルってのはこうマフラー2本出てるんです。2バレルってのは当時1本だった。あのバラ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 、マッドマックスの名音ですよ。バンってエンジンかけ、バンってブワッとアクセルでバラ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 、いやもう最高で、ピーンと飛ばすと、あの助手席のあのダッシュボードの下のフィーン、もう V8 サバサバ。当時芸能人もまだベンツなんかそんな普及してないんで、全部アメ車。昔梅宮達夫さんにアメ車乗ってる理由を聞いたらね、ぶつかっても知らない、当時の常識としては。車界のヨーロッパ車は性能で回避する、アメ車はぶつけて身を守るみたいな。だからこの、あのドアの横のところにガードレールみたいな1枚入ってましたからね。でこのカバノクラスはフルサイズではないんですよ。トランザムクラスはインターミディエイトっていう、アメリカでは高校生乗ってるんですから。でも日本じゃまあね、当時はもう高級車ですよ。買いました、1月に来ました。まあ黄緑色の黒のレザーとは派手なカマロ、それで六本木弾き語り行くわけですから、みんな「あんすごいっすねこの車」って言って。で当時はこの74年からカマロはこうバンパーが鉄でできてるんです。こうやってでここにでっかいゴムがついてるのフロントに、で衝撃吸収バンパーって言ってドーンと当たってもこう出る、入って出る、だから壊れない、ボディに衝撃与えない、バンパーが壊れないようにドンと当たるとブーッと、前が12キロ後ろのバンパーが8キロ、ただその車重が重くなるだけじゃないのと思ってたら、これが意外と役に立つ、びっくりした自分で。俺事故って単独やったんですよ。Z の一発買ってね、日曜日の夜かなんかにね、女の子とデートした帰りにね、杉並の方に送ってたの、女の子確か、ね、で帰りはまあ首都高速4号線で永福の方から、まだあの頃はあの中央高速とつながってないですから、と入ってきたの。で車全然いないですから、当時74年の日曜日の夜なんかで、ビーって言ったらね、どっかね、幡ヶ谷あたりでね、1台ね黒の黒塗りのハイヤーを抜いたの。なんか俺左から抜いたんで、本当はいけないんだけどね、追い抜きはいけないんだけど、まあ夜中でペイッと抜いて、でなんか考え事したんだよ、こうやってね。したらね、新宿の西新宿、幡ヶ谷とか高いとこ行くとこう曲がって代々木のとこ行って、こう信濃町のとこにこういうカーブになったんですね。この右カーブのとこでぼやっとしたらメーター160見せたら、あいけない、もうコーナー入っちゃったと思った。どうしようかなと思ってブレーキ踏んだらこうやってるから、ブレーキ踏んだらこうなっちゃうじゃん。だからどうしようかと思いながらアクセルをハーフにしながら、まあもちろんラリーとかやってたもんだから、どうしようかなと思ってたら、車がこうカーブがあるとか、カーブの真ん中でって言ってドンって右の側壁にぶつかって、ドンと高いと向いた。あやばいと思ってボンネットがポンと上がった。え前やっちゃったなと思ってたわけ。したら1台抜いたハイヤーが来るの分かってたから、バーッ、深夜でしょ、で鳴らしながらこう一生懸命切り返してこっちの走行車線に高井戸向いて入った瞬間に、ここのところをバーッとハイヤーが行ったから、よしで、これでこれを切り返して外苑で出たんです。で車壊れてるなと思って外苑の中で止めて前回ってみたの、あれ壊れてないよ、ボンネットのカマロって先端こうなってるんです、ボディがこうね、ボンネット、この先端がちょこっとへっこんでるのね、見た目わかんないぐらい。で一応ボンネット開けて中見て、でバンと閉めたら OK、 これか衝撃吸収バンバーの威力っていうのは。で当たった瞬間にこうドンってた時にバンバーがこう、バンバーがこうなってね、で戻ったの。いやすごいな、一番の思い出ですね。あとの思い出はね、当時付き合ってる女の子はね、西麻布霞町一軒家、2階建ての一軒家借りてたの、なぜか
でそこの横に空き地があったわけ、日赤病院の下ですわ、うん、でそこでなんかしょっちゅう会ってて、そういう車をほら止めて文句言われなかったから、ちょうどこの前が神社でこう行くと日赤行くんだけど、ここのところに空き止めて、ここの家だったのね、うん、で次の日の朝、朝ったってほらこっちは日当たりしてるから六本木でね、昼過ぎですわ、完璧に昼過ぎに起きてね、あのガラッと開けてみたら、俺ここが家でしょ、バックで止めたから道路向きに Z の一発が止まってるわけですかってね、でパッと見た瞬間に、えボンネットに釘で仮面ライダーの絵が描いてあるわけ、近くのガキだなこの野郎と思ったけど72年から始まってる仮面ライダー、毎年 V3 だとやってるじゃない、なんだこんなことしようとバカ野郎と思った瞬間に、その女のこれが言った一言、上手じゃない、まあ言われてみれば確かに首で書いてるしうまいな、でなんでこんな余裕があって笑って笑えたかっていうと、当時車両保険っていうのがむちゃくちゃ安かった、俺記憶ではね1万円ぐらいでどんな壊れても直してもらった、例えば俺の仲間なんか悪いやつがいて千枚同士でタイヤ4本ビッビッてやっていたずらされましたって言って、それで4本交換できるんですから1万円だったかな、でそれあんまりそういうことやるやつが、まあ、俺みたいなやつがいるもんだから、だからあのメーカー保険会社が車両券高くしたの、確かに今2回やったらブラックリスト乗っちゃうみたいな、ものすごい高くなる、あの頃はむちゃくちゃ安かったんで、自分で10円玉でビーッと傷つけてやられましたよって塗り替えたり平気でやってた時代だからね考えてみたらね、そう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 、この仮面ライダー事件は忘れられないな、そんでねゲップはね、ゲップまだこの頃も丸線手形、伊藤忠で買った時に手形をもらって、それで丸線手形をもらって、俺第一看護銀行、ムスタングの時もそうだったんだけど、新宿大通りにある、うん、伊勢丹のこっちの大通り側にある第一看護銀行映画館の横にあったのね、前すぐ来た大ガードね、新宿のここで、あの自分がに月末二十何日持ってって手形を落とすわけ、もう一回もその不当たり出したことないけど、前も言ったと思うけど、考えたら変な話だね、ディーラーから買ったオーナー、あの、まあ、車を買った人間が自分でお金を持ってって払いに行く、だからオートローンができる前の話なんですよ、うん、でこの74年に生えたら嘘の他にね、こんな曲あります、好きでお酒を飲んじゃいないわ、このコードおしゃれなんだね、このコードおしゃれなんだ、好きでお酒を飲んじゃいないわ、ララ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 ラ亡くなったんですよね、エリス。ちょっと記憶にないけど、そこの歌はすごく印象に残ってます。あとあれ、リリーがデビューした。私は泣いていますベッドの上で。74年。あとはね、布施明だ。いつの間にか君と暮らし始めていた。西日がララララ。狭い部屋で二人、ああああって難しい歌だったけどね、こんなのも流行った74年でした。その時に江戸山口はカマロの Z28、写真はバンバン出てると思いますけども、衝撃吸収バンパーとボネットにカメラが描かれたというね、楽しかったですね、これ乗ってさえいればもうみんな振り返った、うん、青山三丁目のO&O って24時間営業のレストランガラス前の前にドーンとつけるとね、後ろかみさんも行ったって言ってるけど、バーンとつけるとみんなそこに集まるから、水商売の連中がかっこいいっすね、もうこれアメ車しかないと思ったんです。そんで俺は決心するわけです、ムスタングマッハ1年でカマロ Z の一発、よし毎年乗り換えてやろう、すごい26のガキが、あらららららら